そう、本当は分かってた。パパとママが離れていくことを。小さな頃から真夜中に争ってる声をベッドで聞いてた。寝たふりをしてずっと聞いてたよ。私は布団をかぶって声を押し殺して泣いた。16歳16歳。ママが出て行った後、パパに女の人ができてさ、一緒に暮らし始めたんだ。私の居場所は少しずつなくなった。あの人パパに内緒で私にお金を握らせてさ、もうこれで今日は帰ってこないでって笑っちゃうよな。私は暗闇に向かって叫ぶ。もういいかい、もういいかい、もういいかい。遠くから帰ってくる返事はいつも同じで、冷たい声でまだだよ。16で家を出た。学校はやめたよ。爪を赤く塗り髪を染め、夜の街へ駆けていった。ここは学校なんかよりたくさんのことを教えてくれた。春を追ってた明かりは私を必要としてくれた。16歳16歳。大嫌いな大人をこの人見てになんだ。大切な人を泣かせてしまう自分を憎んだ。嘘が上手になった私はだん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 大嫌いだった大人に近づいてんのかな。私は暗闇に向かって叫ぶ。もういいかい、もういいかい、もういいかい。遠くから帰ってくる返事はいつも同じで、冷たい声でまだだよ。大きく息を吸い込めば誰の心の中にだって風は吹いてくれるから、そうあんたに言ってんだよ。人のせいにしたり言い訳探して逃げるのはもうやめた。一体誰のための人生なんだ。やっと気づいた。私は暗闇に向かって叫ぶ。もういいかい、もういいかい、もういいかい。遠くから帰ってくる返事が聞こえたの。優しい声で、もういいよ、もういいよ。その声は私自身だった。その声は私自身だった。やっと私を見つけてくれたんだね。16歳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 。